なんとコピペするだけ。大丈夫、俺に任せろ。お金にクレッシェンド。はい、今日は音楽に最低150万円の文化庁の補助金の話で、事業計画書の文章ありますね、文章文章、あそこあそこあそこが分かりにくいよというお話をね、こういうふうに書けばいいんじゃないですかというお話をします。はい、今日のお話こんなふうになってますよね。ちょっと分かりにくいなという評判あの相談が多い A2 の人ですね。事業計画書を作る事業計画書のあの文章の方、 Excel のねシート1の方です。あそこの文章入力、それからそこのところと絡めた申請画面、ここの入力、ここの関係のお話をねしていきたいと思います。はい、最初にねお話しますけれども、初めにこの動画パワーポイントで動いてますけど、レジュメこれ PDF にしただけですけど、これを本格のラインアットあるんですね。この下の方に音楽の LINE アットの URL ありますんで、そこのところピッとクリックして登録していただいて、クリさんレジュメちょうだいとか、レジュメが入っている Google ドライブのリンクをちょうだい言ってくれたらあなたにお送りします。ただこのね LINE アット、質問や相談もできるんです。で、直接これお礼はお答えしてるんですけども、そのただね、ちょっとね今たくさんいらしてるんで、1週間とか10日とかお待たせしちゃってるんで、それでもいいよ、それでもいいよという方はどうぞ相談、質問、バンバンお寄せください。はい、というわけで本編入っていきますよ。ね、こちらです。まずはね、この事業計画書のお話から入っていきましょう。Excel の方です。Excel の方です。Excel のシートの1枚目にこういうのが入ってるはずです。で、これちょっとね、見にくいと思いますね。今ね、お嬢さん見にくいですよね。今大きくするんで。こんな感じ。アップしました。この上半分です。1番と2、1、2、3、4って入ってるんですけど、このうちの1番と2番見ますよ。はい、こちら。ね。それでも見にくい。ごめんね。ごめんね。1番、事業目的って書いてあります。で、2番、具体的な活動内容ってやつですね。で、これ、後でもうちょっと大きくしますから。で、ここに何て書いてあるかっていうと、俺はここに、1番の事業目的の欄に3行で、丸1番こんなことやります。丸2番こんなことやります。丸3こんなことやりますって書いておきました。で、この2番の具体的な活動内容の方には、1の具体的な活動内容、2の具体的な活動内容、3の具体的な活動内容、こんな風にちょっとね書いてみました。これちょっとポイントをちょっとね話してみましょうね。事業目的です。ちょっと大きな文字になったでしょ。なんとか見える？ごめんね。事業目的、こんなことをやりますよということを簡潔に書いといてください。事業目的ね、なんで、はい、こんなことやりますよって。で、何もこれ必ずしもコンサートとかね、そうイベントにする必要ないですから、なんならもうひたすらアフターコロナに向けて技研の研鑽に努めます、レッスンしますって、レンタルスタジオで毎日通いますって、だから1日1万円で3日に一遍通うとしても120万円かかりますとか、これ全然 OK ですから、実はね、こんなことをやりますと簡潔に書いてください。そして複数あるなら、さっきだったら3つ俺わざと作ったのね。丸1、丸2、丸3って。だからこれを1つの文章で書かない方がいいです。丸1番、こんなことやります。丸2番、こんなことやります。丸3番、こんなことやります。っていうことを書いておいてください。なのでここに書いた、複数あるなら文章を分けるってことですね。1番何々、2番何々、3番何々。そしてその下2番、具体的な活動内容。これさっきのところここ見ると、ここにですね、実は開催時期とか場所とか参加者内容通ってなどですね書いてあるんですね。で、文化庁がそう書いてねって言ってるんで、それぞれっていうのは、これ1番丸1番については、開催時期はここです、場所はここです、参加者さんこんな人ですとか、内容こんなですって、でこれなどって書いてあるので、他のことをもちろん書いてもいいですね。で、ここ参加者とかはちょっと分かんないとかであれば、なるべくここは揃えておいた方がいいと思いますよっていうことなんで、必ずしも1個も書けちゃダメだよってわけじゃないですから、ご安心くださいね。こんな感じです。書いてねと言っていることを、つまりこの開催時期、場所、参加者、内容などを1番について、2番について、3番についてそれぞれ書くといいなって。なので書き方としてはこんな感じになります。1番の具体的な活動内容は、2番活動内容は、3番こういうふうに。そうするとここの1番とここの1番、ここの2番と123と123がそれぞれ対応してて、審査員文化庁のこう OK とか決める人ね、
この人が見やすいです。こういう風にやってみてください。でさっきも言ったけど、この具体的な活動内容はコンサートじゃなきゃダメですかって、レコーディングじゃなきゃダメですか、そんなことないです。でもコンサートだったらどこそこ文化会館とか大ホールとか小ホールとか書いておいた方がいいですね。はい、そんな感じです。次です。はい、今度は下半分3番と4番、事業実施のスケジュールっていうのと、それから期待できる効果が4番っていうのがあるんです。でここにももう一緒です。丸1番2番3番丸1番丸2番丸3番、こういうふうに俺はもうずっと分けて一貫してます。これが審査員さんが見やすいから、審査員で行くぞ、もう通すぞ俺は。審査員で、あ、審査員じゃない、3番事業実施のスケジュールに関しては丸1番いつ頃どんなことをやります、スケジュールだからね。だから例えばコンサートがね2月の10日にやりますって言ったら、そこに向かっていくわけだから、例えばですよ、11月から12月の上旬までで合わせをやります。で、12月の下旬にゲネがあります。で何日に本番がありますとか、こんな風になるんで、大体でいいよね。スケジュールをここに書いておきましょうってことです。そして4番、期待できる効果なんですけども、これも1番と2番と3番、丸1、丸2、丸3に分けて、でそれぞれ丸1に関して言うと、丸1をやるとこんなことが起こるはずなので、こんな効果が期待できますって書いてあります。これもポイントを説明します。ポイントはまず事業実施のスケジュールですけど、いつ頃こんなことやりますよっていうのは、まあこれも簡潔でいいです。あんまり細かく書かなくていいので。でさっきも書いた通り、それぞれにつく、それぞれについてっていうのは丸1番丸2番丸3番ですね。これ3つ書かなくていいですよ。1個しかない人は1個でいいんですよ。5つある人は5つ書いた方が分かりやすいと思いますね。こんな感じです。それぞれがあるならそれぞれについて書くってことです、スケジュール。そして4番、期待できる効果。ここすごく相談多かったんですね。で期待できる効果は何ですかって文化庁に聞かれてるので、これに対する模範回答は、期待できる効果はこれですって、これが模範回答になります。つまりこれを逆に言ったら、これが期待できる効果ですみたいな。なのでここの王道の答え、回答としては、〇〇をやるとっていうまず書き方、そして次にこんな効果が期待できます、これが王道です。なので〇〇をやるとっていうところは、今回の場合だと1をやるとっていうふうに、内容で1は何々って書いてあるじゃない、上の方に。だからそれを 1番の内容だっけ、目的だっけ、目的でここに書いて、こんなことやりますって、1番こんなことやります、2番こんなことやります、丸3番こんなことやりますって書いてあるから、これを受けて一番下のところで丸1をやるとね、こんなことが起こるはずなので、こんな効果が期待できますって書いたんですけど、ここちょっとこんなことが起こるはずなのでって俺カッコしときました。なんでかっていうと、シンプルに書くんだったら丸〇をやると、つまりさっきの言った丸2をやるとこんな効果が期待できますって、集客が増えるはずですとか、私のファンが増えるはずですとか、私の技芸が上達してとかって、こういう私の技芸が上達することによって演奏の質が上がりますとかっていうことですよね。で今ちょっと俺先言っちゃったんだけど、私の演奏の質が上がるのでって、ここの部分がこの括弧書き、こんなことが起こるはずなのでっていう、これがあったらベターです、なおよしです。だから最低限書いてほしいのは、丸2番をやるとこんな効果が期待できます、集客が増えますとか。でベターなのは丸3をやるとこんなことが起こるはずなのでっていう、ここのところに私の演奏の実力が上がって音が良くなる、演奏が素敵になるはずなので、まあはずなのでじゃなくていいです、なるので集客が増えます、こんな効果が期待できます、集客が増えます、集客が増えるという効果が期待できます、こんな感じです。こんな感じで書いてみてください。 OK ですか、ここまで。はい、ありがとうね。で次です。その後もうここまで来たらね、もう勝ったも同然だよお嬢さん。その後申請画面にほぼかっこほぼ転記するってことになります。どういうことか、こちらです。これがここさっきのやつね、これさっきの上半分です。1番2番って書いてあるんです。事業目的と具体的な活動内容なんだけど、これがこっち、この下左下、ここが申請入力画面です。こういう画面があるはずね。でここに事業の名称必須
入力項目があります。それで次に事業の目的と活動内容ってあるんです。で、事業の名称っていうのはここはちょっとコピペできないんで、ここはなんか書いといて、でシンプルでいいんで、ここシンプルでいいんで、もうあのなんかあなたの活動をね、アフターコロナに備えた再開と継続とか何々コンサートをやるとかね、ひたすら技芸の研鑽とかなんかこう書いといてください。で、もしここのとこなんかいまいちな文章書いちゃっても後で文化庁さんから何かあったら連絡来ますから大丈夫です。直せばいいんです。次、ここです。今回一つ目のポイント、事業の目的と活動内容って書いたんです。ここなぜか一緒くたになってるんだけど、ここ見て、あなたがさっき書いたエクセルに書いた文章、事業の目的、そしてここに活動内容って書いたんで、こっちも目的と活動内容って書いたんです。だからここの2つを合わせて、なんならだからワードとかにこうピッピッって貼って、でちょっとうまいことつなぎ合わせて、でここに入力をすれば OK です。60分しかないから、もともとのね、なんか下書きでもいいし、あの下書き用の用紙があるじゃん、あれとか、まあまあワードでもメモ帳でも何でもいいから、そこにこれを合算して、それでちょっとうまいことつなぎ合わせてから、ここに入力、まあコピペでもいいかなというふうに思います。 OK ですか。はい、でもうあとはね、もう終わり終わり、もうちょっとで終わるからね、もうちょっと見ててはい。で、この3番と4番ありますね。スケジュールと期待できる効果。この2つはない。もうね、簡単。なんと、コピペするだけ。ね。ここに、事業実施のスケジュールってあるんです。そしてその下に、これ入力画面ですよ。申請入力画面ですよ。期待できる効果って書いてあるんです。ここにそのまんま、ピッ、ソン、ピッ、ソンって、コピペするだけで、OK。ね。だったら、エクセル出すんだからここ入力させなくてもいいじゃんねって思うんですけど、まあいろいろあるんでしょ、意図が。こんな感じでやってみてください。ちょっとね、分かりにくいっていうふうに、すっごいここの質問相談が質問か多かったので、今日はここのところ解説してみました。はいね、今日の内容良かったなってことは、もしよかったらここね、あの登録とかありますので、こうチャンネル登録してもらうとすっごく嬉しいし、この下の方に高評価ってあるじゃん、見てみて、これ高評価バッとバッと押すと、クリさんナイスとかって、もう今日も良かったぜとか言ってもらえると俺すごい嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでまた他の動画でお会いしましょう。